はい、じゃあ続きをやっていこう。もう結構結構間が空いちゃった。休憩室から、あ、ウェッジ、そう、ウェッジの方行ってたのか。こっちから来たんだよね。で、ちょっと待って、バトルセッティングをさ、アンガーマックス入って、今使える魔法がリジェネでも入れとくかな。トリプルサイです、リジェネはい、あー、やっと戻ってきた。レッジよかった。めっちゃ生きてた。この野郎、心配させやがって。よかった。ありがとう。うわ、なんだこいつ。誰や。パッパ。いっぱいいるじゃん。なんかキングダムハーツにも出てきそうだ。どこに隠れてやがった。シンナの発見だ。シンナのもう全部ぶっ飛ばす。よし。アビリティミアプール、あ、意外と体力ない。氷属性攻撃バースト溜まりやすい。氷属性誰かつけてたっけ。つけてねいやー、いいかー、バースト。よし、やっちゃおう。ほい、ほら、当てる当てる。すごいね、ティファー。当たってない。ほら、だ。よし、倒した。まだ出てくる。ブリザード装備したいな。これはまたゾロゾロと。どこだ。ああ、どうってことね。まあでもこいつらはもう、そこ、いいか、めんどくさいからなんか2周目の時回収すればいい。はい、
間違えた。よし、どこだ。降りてこいよ。あれ、あ、違うな、こっちか。あれ、当たってなくない？当たってるの。どん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 。あ、まだだ。どけどけ、職場がもう邪魔くて、キリがないね。では、上まで行けそうか。上行こう。援護、お願い。あ、ほら。どう。では、上まで行けそうか。ちょっと。まだ、援護、お願い。バレット持ってて。いけたいけた。行かないといけなかったんだね、これ。なんか出てきた。あれ、でかい。ノリア。後ろにもいる。とりあえずこいつが先かな。決めてく。まだ味方なのに。わ、おい、ドーン。あー、クロ、クロタ。これ食らってる？こっちの方がいいのかな。違う。間違えてリジェネしちゃった。バレットは、バレットは大丈夫で、クライアー、あ、触手を V 破壊した。ではこいつ見破るの忘れて。なんか急、投げつけてる。キャッチ、キャッチ、よし。見破る。ブリザードか。心臓放出とバーストゲージ溜まりやすい。あー、ブリザード装備しとけばよかったな。この、来た。限界の先へ。よし、当てる、それ。痛い。そこ、この邪魔だ。シールドってなんだ。え、何も食らわない。サンダガゴーレ。充電。いった。
んなのこいつら。触手に どうしようかな。アイテム で、ケアールラスト、またサンダが号令してる。また話すつもりか。うーわ、攻撃後の隙を狙おう。攻撃後の隙、ちょっとティファー、仲間呼んでるな。で、あ、シバがいる。力を貸して。シバに助けてもらう。行くよ。で、リミットをやるのです。ほら、アイシクルだ。なるほど、アイテムかな。メガポーションしとこ。よし、たまった。違う、これを、アイテム、ゴリ押しだなこれ。どうしようか。だー、エヴァに親玉をなんとかしないと。そうだね、親玉なんとか。あー、 V 破壊した。なんてタイミングがいい。倒した。めちゃくちゃ効いた。あ、クラウドだ。クラウド、おっせえぞ。では遅れてきて指図してんじゃねえ。おー、リミット技か。よっしゃ、
銃撃の後をたどった。あんなことをするのはあんただけだ。消えた。あれ、クラウドがまだ仲間じゃない。こっちだな。こっちだ。このいいかなんか歩いちゃうな。これ何？人か？これがシンラの裏の顔だ。ああ、また出た。なんかあれ、あそこで見るんだ。場所に移そう。他のことはその後。うん、そうだな。クラウド？よくやった。あそこアイテム見なかったなまあいっか、ボスと戦ったとこなんかアイテムあったかなと思って。ティファが猫抱えてる。いやー、ウェッジ生きてたんだ。ウェッジ生きててよかった。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。たぶん重てえな。
すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば、科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でも少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。ベッドが足りない。空いてる。何もない。あれ？入れない。上かな？下かな？下だね。下だった。行き止まり来ると安心する。エルミナはいない。エルミナってどこで寝てんだろう。あ、ここかな。この開かずの倉庫っぽいけど、開かずの扉の奥にきっとベッドがあるんだ。多分ティファがいた。大丈夫？なんか飛び落ちない。眠れないのか？うん。クラウドも？足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな、ソルジャーの習性だ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。あ、やっぱりおかしいと思ったんだ、クラウドがお花なんて。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな、その花もなくなっちゃった。お店も家も全部。クラウドが
しい。お、強すぎた。ごめん、泣いてもどうにもならないのにね。そんなことない。ありがとう。ティファはあれ以上踏み入れないんだよね。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。父ちゃん。ん？マリン。行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でもそれじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした。ううん、助けてあげて。任せろ。ビルに乗り込むか。目的を忘れるな。分かってるよ、エアリスの救出だろ。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分
光を